皆さんこんにちは、自動車ライターの伊藤あずさです。今日もですね、谷口さんとネクストジェネレーションの紹介していきたいと思うんですけど、あのコーナーですね。そうなんです。あのコーナーも3回ぐらいやりましたね。はい、今日4回目。4回目ぐらいになりますか。ということはまたあのなんか可愛らしい女子がやってくると、ね、毎回可愛らしい女子が来てくれてるので、はい、今日も期待したいですね。はい、でお車なんですけど、はい、じゃん、シルビアです。 S15 シルビアですね。はい、もうこれも谷口さんのイメージがすごい強い。そうですか。シルビアイコール谷口っていうのはまあまあ定着してるんですかね。してると思いますよ、はい、車ファン的には。まあ、僕も持ってますよ。はい、はい、S15 シルビア。そうですよね、はい、めちゃくちゃ こだわり抜いて、はいはい、まあ、まあこだわるっていうか、まあ、綺麗にしてるだけですけど。本当ですか。はい、はい、ということで、多分オーナーさんも今回谷口さんが来るということで、うん、めちゃくちゃ緊張されてるらしいので、あら、お手柔らかに、はい、お願いします。はい、それではオーナーの方を呼びしたいと思います。佐藤さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。男やないかい。男でございます。このコーナーで女子じゃないのね。そうじゃない。すいません。若い女子がなんかこう今あのこのマニュアルの車とかに乗ってるようなのと勝手に思ってた。今回はですね、こうシルビアをバリバリにこうかっこよくしている男性をお呼びしましたので、うん、じっくり谷口さんこう車がどんな感じか見ていただけると嬉しいです。はい、すみません、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。かなりこだわってる部分がというか、まあはい、あるそうなので割とね、オリジナルのシルビアをまあ綺麗に保っているなと一見見えますが、僕ね、まあまあシルビア詳しいんですよ。恐ろしいですね。まあまあ詳しいんですよ。まあ僕の目にかかれば分からんようにいろいろやってんなと、やってんなというふうにね見受けられるんですが、まあ、あのこの車の情報一切知りませんけれども、パッと見僕ぐらいだったら分かるんですけど、車高下げてるでしょ。あ、まあそうですね。車高はまあ一応、はい、下げてます。分かんだよね、俺ぐらいだったら。いや、私もちょっと分かるから。分かる。なかなかやるじゃないか、伊藤さん。ありがとうございます。あとはノーマルなんじゃない。まあまあノーマルっぽいですね。まあまあ冗談はさておき、まあ、パッと見ね、まあ、僕ぐらい あのシルビアオタクになったら、まあ、シルビアにこんな穴は開いてないんですよ。ボンネットになんで穴開けたの。なんかあの GTR っぽくてかっこいいかなと思って。 GTR に憧れて。あ、憧れてます。あ、そうなんだ。お金がないんでちょっと買いませんでしたけど。まあ、ちょっとあの今から詳しく聞くけど、結局今これいろいろ改造してるわけでしょ。あ、そうです。 GTR 変えたんじゃないの、もしかして。はい、変えました。でしょうね。はい、まああのね、まず前にインタークーラーがあるから、インタークーラーが変わってると。このバンパーつけてる人もなかなかいないよね。そうですね、今だと純正エアロバンパー。はい、そうです。ね、色は塗り替えた。塗り替えました。 GTR に憧れて GTR のっぽく。 GTR っぽくはない、なんかオリジナルのなんか、うん、GTR にもなんかこんな色あるよ、似たようなの。あ、スパークリングシルバーなんかとかね、はい、ニルもなんかこんな感じに近いし。ミレニアムジェードね。はい、そしてブレーキが変わってブレンボに。はい、そうですね。日産純正ブレンボ、これはあの三菱の、うん、ランサーエボリューション8のブレンボになります。違うメーカーやないか。すいません。なんで GTR から持ってこないのよ。いや、なんかこれがなんかこのパイプが出てるのはちょっとかっこいいなってのと、うん、あとピストン系とか、まあ、あのこのパイプが好き。このパイプ好きっすね。なるほど、ガチな感じが。なるほど、やっぱ一番キャリパーのデカさがあるんで、うん、なるほど。佐藤さん、はい、パイプ好き。佐藤さんパイプ好き、はい、好きかもしれないです。ランエボの、はい、ランエボの何、いくつのランエボの。ランエボの8の、8の、はい。この色だったっけ、これって。あ、これはちょっと自分でなんか金色にしたいなと思って塗りました。塗りました。はい、でブレンボーってこう描いて。あ、描いて、はい、マスキングして筆で、あの書きました。筆で描いた。はい、あのマスキングして、はい、自分で描いたブレンボ。あまのだから近くで見るとちょっとグニャグニャしてる。あ、ちょ、うん、そうですね、ちょっとマスキングがこうカクカクしてるから、ね、ちょっとこの円がグニャグニャしてるけどね。絶対純正じゃない。そう、まあ純正っちゃ純正ですけど、あのシルビアの1号の純正ではないよね。そうですね、はい、これ何の純正。これあの V35 スカイラインのクーペのミライナー、うん、
だってあのこういう足の上に置かれてるミラーじゃないもんね、シルビアってね。そうですね、パンとも足が生えてるミラーだもんね。そうですね。これがかっこいいなと思って、かっこいいなと引き付けた。はい。これどうしたの、この辺は。この辺は全部あのグラインダーとかで加工して、うん、で裏のボルトの位置もパネルボンドとかでちゃんと固定して、うんうん、でシルビアに合うようにして付けました。サイドステップは純正エアロだよね。そうです。リアも純正ですね。はい。テールが変わってる。テールは変わってます。はい。はい、やっぱあの純正はもうだいぶ古い車感が出るもんね。そうですね。ね。はい。こういう風にした方がちょっとナウイ感が出るもんね。そうですね。そしてこれはなんだね。これはなんか自分で作ったバッジです。自分で作った。自分で作る。どうやって作るのこれ。もともとこういう感じの板があって、ドリルでいっぱい穴開けて、で最後こうヤスリで削って。すげえ。はい。すげえ手作りじゃん。手作りです。機械使わずだ。あ、そうですね。1週間ぐらいずっと削夜な夜な削ってやっとできました。1週間これ削るのに費やす労力すごいね。リアアンダーがなんかディフューザーみたいなのがあるね。はい、そうですね。はい。アルミ？これは FRP で。FRP？ ましたね。はい、これそこはい FRP で、骨はアルミで作ってあります。あ、これが FRP でこれがアルミ。はい。これはなんかダウンフォースを意識して、やっぱこれも GTR に憧れて、はい、あとね S15 のノーマルウィングっぽいけどここがないんだよね。あ、これ切っちゃいましたね。ここに三角マークがあってハイマウントストップランバーここにあるんだけど切っちゃった。切っちゃって埋めちゃった。切っちゃって埋めちゃいました。 あとワイパーを取りました。はい。あ、ここがハイマウントがなくなったからここにつけてるんだ。そっちに、はい、移動してます。ああ、車検を通すためにね。はい、あれ、こんなスピーカーなんかあったっけ。これはなんか自分もよくわかんないですけど一応オプションであるらしいですね。サブウーファーみたいな。ほとんどエンジン音で聞こえてないんで。そうだよね。音楽なんかがろくに聞けないからね。聞けないですね。変わってるのはその辺感じに見えるんですけど、なんか見ようとしてる。なんかこう純正のバンパーなのにこう角が生え、なんかちょっと生えてたり。なるほどなるほど、はい。あれも手作りで。あれも手作り、まあそうですね。プラ板つけてスムージーで。34 GTR に憧れてるやつで。そうです。これも GTR に憧れてる。なるほど。はい。ここはちょっとスモークの使うとかしてないの？あ、なんか捕まっちゃうっていう状況。あ、違う違う、純正であるもん。あ、ここにシール貼るのは、はい。というかなんかあのスモーク貼るのあれだけど、はい、色がここに半分入ってるのが、はい、あるのよ。はいはい。そういうここが青いやつとか、はい、茶色いやつとかあるのよ。純正というか、なんだっけ、車外だけど、まあ、ちゃんと大丈夫なやつがあるんだよ。はい、さあ、じゃあ中もいろいろやってるんですか？はい、ちょっとやってます。すいませんね、伊藤さん、無視してずっと進めちゃって。いや、あのですね、マイクがないから静かにしてます。あ、そうやってひっついておいて、2人で。そうなんです。あ、まずね、この手触りが違う。あ、これはなんかモケットな。はい、モケットとかこうしたんです。で、こうもなんかかなり膨らんだレザーになってるけど。あ、そうですね。これも自分で貼って。自分で、はい、これ自分でやった感すごいな。なんかちょっとあんまり、それもちょっとあんまり、ちょっと何近くで見ちゃう。ちょっと2キロぐらい離れると。2キロぐらいはちょっと黒いかなぐらいで。で、ここになんかつけちゃったから取っ手がここに来たと。あ、そうです。そこ埋めたんで。はい。なんで埋めたの？なんか昔っぽいなと思って。とりあえず埋めたら今っぽくなるから。これも昔っぽいよ。あ、本当ですか？なるべくこう、これはこれどっから持ってきたの？これはあのホームセンターで200-300円ぐらいで買ったやつです。あ、なんかじゃあ、家のものだ。あんまなおくはないよ。ちょっと出直してきました。今海外 の, あのかっこいい 内装の車とかはやっぱもうベルトなんだよね。あ、ポルシェとかなんか。そうですね。あのおしゃれにベルトをつけるのが今はいい らしい。あ、知らんけど。さあ、ちょっと中見ていいかな。はい。シートが違いますね、これ。あ、はい、そうですね。まあまあ、ウェイレザー張り替えてるけど、はい、GTR の。これは、はい、GTR、 33GTR の、はい。カバーを作った。カバーはこれはちょっと作ってもらいましたね。そうだよね。はい。それ自分じゃさすがにこのクオリティじゃ作れないよね。そうですね。ちょっとここまでのはちょっと。そしてハンドルも変わってるね。はい、これ何のハンドル？これはあのノート E パワー。ノート E パワー。はい。にまた無理くりシルビアマーク作った。そうですね。ハンドメイドで。はい。
何日かかったの？これは1日で作れました。あ、そう、はい、で、このダッシュボードにも同じモケットを貼って。そうです、同じです。メーターまで 260SX になってる、はい、フルスケールメーターになって。そうです、ニスモメーターのベースです。ニスモの文字をどっかにやってやって、はい、邪魔だと。邪魔だでしたね、自分では。はい、シフトノブはこれ どんな車を乗ってたの？これはなんか R34 のデザインを真似たような車外。車外ですね。この辺の革も。あ、そうです、これは自分で、はい、自分でやった。あ、これ自分でやった。今自分でやりました。どうやってやったの？なんだ、普通に糸を通して。これ？はい、それは。はい、すごいじゃん。こっちよりクオリティいいじゃん。これすごい、ちょっと、まあ、あんまりそうですね、ここ自信が持てない作品ですけど、こっちはまあ多少よくできました。で、ここも、はい、真ん中も革貼って。そうですね、はい、そこになんかリング、なんかドリンクホルダー入れて。あ、そうです。ノーマルってただここがくぼんでるだけのね、あの残念なドリンクホルダーなんだよね。そうです。ここ何、丸いよ、丸膨らんでるよ。これこれはあの自分でデザインして。汚い、開けるなと。ちょっと汚い、中を開けるなと。ちょっと、はい。これ自分で丸くした。あ、そうです。 FRP 持って。へえ、今っぽく、今っぽい、今っぽいような気がして。ここさ、はい、磁石つけたら。あ、そうです、ね、ちょっとこれプランプランすぎるじゃん。はい、あの普通はこうちょっとロックがこうあるんだけど、はい、ないから磁石でカチッとしつけば、はい、もうちょっといいかも。そうです、わかりました。もしくはなんか糊かなんか塗って、はい、くっつけて。開かないですね。ここハザードスイッチとかも変わったね。あ、はい、そうですね。普通はここに丸いね、ハザードスイッチがいて、シガライターがいるけど、シガライターもなくして、はい、でメーターがうっすらここに、向こうはね、このねプレートの奥にメーターがいます。ちょっと電気つけてみようか。鍵あった。すいません、イミッション電灯で。あ、ほら、あ、すごい、オーディオのウェルカム画面にも 260SX って出る。 260SX に相当努力してんな。メーターも綺麗ね。あ、ありがとうございます。これどこのメーター？こう、あ、メーター、それあのオートゲージなんですよ。何？オートゲージ、あの安いやつがあって。安いやつです。へえ、はい、ちっちゃいのがそれしかなかった。なるほど、はい、これは純正ですね。このサンバイザーに革貼った。あ、そうですね、これは手縫いですね。手縫いで、はい、やりましたが、はい、でルームミラーというかバックミラーがなんか丸っこい違うのがついてる。はい、これ何？これミニクーパー。おお、これなんだっけ、この真ん中。これあの眩しい時に角度調整できる。あれ横にこう回すとちょっとだけ。ああ、はい、なるほど。このねミラーをチョイスしたがためにこのサンバイザーが当たって降りないというね。そうなんですよね。ちょっと空間のあれが合わない。もうちょっとここを縫うときにちょっとこう掘ってればよかったのに。そうですね、つけてから気づいて後悔します。あ、マフラーサウンドが変えれるんだ。あ、そうです。爆音にしたり静かにしたり。あ、そうです。あとはフットレスト自分で作ったり。これはあんまりの近くで撮影して。2キロ離れろと。2キロぐらいは離れてもらって、はい、で、まあ、ブレーキ、クラッチ、アクセルは、まあ、あの3、4のマットにはこだわらないの？マットはまあどうせ汚れちゃうかなと思ったんです。ヤフオクで。大事なんだよマット。あ、すいません。ここすごい大事なの。あ、はい。これはこだわらなきゃダメ。あ、マットを変えると車の中の印象すごい変わるから。あ、はい、はい、うん。いいマット、かっこいい似合うやつにしながら汚さないように、傷ませないように使うことが大事で。なるほど。どうせ汚れるから、これどうせ傷むから何でも言い合うはダメ。あ、うるさくてごめんね。いや、もう勉強になります。おそらく 260SX ってことはね、俺はうすうす感づいてるよ。 GTR が買いたかったけど買えない彼が 260SX って名付ける理由はね、うすうす感づいてるよ。この中に理由が集まってるわけですね。開けてもらって。重っ。あ、純正もね。ここ、はい、ここ、はい、ここちょっと、はい、これでいいの？あ、これで大丈夫。あ、そう、はい、なんで、あ、ここ入らないの？そうですね、これがついてる。なんかボンネットをこうかけた時にグニャンって曲がるのが嫌だったんで、真ん中でいつもかけた。曲がる？なんかこう、まあ、ここら辺に
ちょっとここが沈んじゃうのかな。ああ、ここ切ったからだ、いろいろ。あ、そうですね、ちょっと剛性落ちちゃってるんで、ここ骨切ったから。その前にエンジンが違う、はい、あボンネットの話する前に RB26DTT、 まあシングルですけど SR20 じゃなくなってる。もう一回言うけど、いつこれ買ったの、この車。この車は2017年ぐらいに。あ、じゃあまだそんなに昔じゃないんだね、はい、そうですね。じゃあもう GTR が欲しい頃でも高かったら。そうですね、ちょっと上がってましたね。それその当時 GTR 欲しかったらいくら。550万ぐらいの個体欲しい。これいくらかかった。1000万いかないぐらい。もうちょっと2台近く買えるね。そうですね、うん、これ、あ、そうだ、 RB が乗ってるってこと。ミッションも、はい、ミッション何、ER34 の FR のやつですね。さすがにあのゲトラグ6速にはできなかった。ちょっとできなかったですね、はい、高いもんね。高いです、今じゃ買えないですね。なんでこうしようと思ったの。単純に直6の音が好きなものと、うん、まあ、やっぱ GTR がとても好きなので。スカイライン買ってこれ積んだ方がもっと簡単に積めたよ。あ、まあ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 、だからシルビアの前に積んでるってのは。まず GTR、はい、聞こう。3233435、どれが好き。34、はい、GTR とシルビア、はい、どっちが好き。どっちも選べないぐらい、どっちも好きっす。どっちか。いやどっちか本当に。どっちか。でも GTR かもしれない。 GTR、はい、GTR がまああのドンドンと、はい、はい、ER34 というかその、はい、34の FR の、はい、と、はい、シルビア。シルビア、シルビア、はい、じゃあやっぱりまず 34GTR が1位で、はい、シルビアは131415、はい、どれ、はい、15、15、はい、1位が 34GTR、 2位が S15 シルビア、はい、3位は何。3位はあんま特にこう、まあ、興味ない。興味ない。興味があんまりこう、まあ、知らないだけで。なるほどなるほど。はい、で、2位を買って1位に寄せていったと。そうですそうです、はい。でも結構大変だったでしょこれ。大変だったらしいです。らしいですね。はい、ちょっと自分では。もちろんね、お店にやってもらうんだけど、あの一応お店もっつって受けてはくれて大変だったとは言うけど、でもあれやってくれこれやってくれって言うのも大変じゃん。そうですね。どういうところが大変だったんだろう。やっぱこの直六で収めるのが、ね、スペース。でもここがもう5ミリぐらいしか空いてなくて当たっちゃう寸前ぐらい。あ、こいつがね。そうですね、はいはいはい、はい、なるほど、ですかね、うん、他には。まああとはフロア、ミッションのトンネル結構叩いてもらった。はいはいはい。だマウントの位置を普通につけるとボンネットはみ出ちゃうんで、うん、はい、あの自分ちょっと純正ボンネットがどうしても譲れない理由で。そうですね、はい、なんでマウント位置すごい極限まで下げてもらって積んでもらいました。うん、お店はここ。あ、お店はい、 C&Y スポーツさん、はい、そこは昔からスワップが得意なところじゃないの。あ、そうですそうです、ね、スワップといったらドリフト界にもいたよね確か。86に何かのエンジン積んだり、あ、 A86 に SR20 とか積んでる。そうそうそう、ね、なんかいろいろスワップが得意なお店だもんね。そうですね。じゃあこのオーダーしても、はい、あ、できるよって。まあ、そうですね。26すごいなんか積みにくいらしくて、うん、1J じゃダメってすごい言われて。あ、はい、1J じゃダメかと、はい、うん、半日ぐらいあんまこう受けてくれなくて、半日どうしても26がいいんですってお願いして、うん、やっとじゃあ分かったよって言ってもらえて積んでもらいました。あ、でもそこはね俺はいいと思う。あの同じ同一メーカーにしたいしね、はい、そうですね。なんかエンジンはいじってるの。エンジンは一応そうですね、ボアップしたり。じゃあ 2.6 じゃないじゃないか。ああ、まあすいません、86を87の実際にしてるんで、うん、まあ2700ちょい27です。名前変えようぜ。ここ変えますか。違う、この後ろのエンブレム作り変え。270ですか。エンブレム作り変えようぜ。ちょっともうまた1週間食うの。1週間だけで済まない。メーターの中とかさ、いろいろいっぱいあるからさ、全部なの。馬力は。馬力はまあ500も出ないぐらい。500も出ないぐらい。500も出ないぐらいって言ったら499なのか300なのか、なんなら100でも500出ないぐらい。400から500の間ぐらい。ああ、はい、なるほど、はい、400台後半みたいな。400台後半ぐらい。
あのその時のまあ気分次第と気温次第で、そうですね、まあ、この時期からなら500馬力超えるし、冬なんで夏ならもう300馬力だしみたいな。さあ、じゃあ足は何ですか？ファイナルコネクションの車庫帳。ほうほう。もう6年ぐらいずっと。あとはホイールが TE37、はい、サーガ S プラス前後 9.5J 純正前後 9.5J、はい、なんでリアは太くしないの？17インチで最大のサイズが 9.5J しかなくて。17インチにこだわってる。そうですね。どうして？なんか車体もともとちっちゃいじゃないですか、うんうん、でもやっぱ18履かせると車体がさらにちっちゃく見えちゃうから、で、まあ、17でバランス取ろうかな。どっかのアホはね、フロント19リア20とか入れてるけどどっかのアホは、はい、まあ俺のフェンダーも広がってるから、ね、車も大きく見えるんだけど、どっかのアホ後ろが GTR のブレンボだったり。ああ、これがね、はい、からのからのそうですね、これ手塗りブレンボーマーク、ちっちゃすぎたんで、うん、もうブレンボーのマーク1個だけでいいやと書きました。字はもう省略、はい、諦めました。割愛してね、はい、じゃあこのコーナー、僕は乗ってみるコーナーなんですけど、乗っていいですか？よろしくお願いします。よくハンドル切り損ねて海にドーンと落ちちゃうんだけどさちょっとそれでもいい、なるべくちょっと安全運転気味で、はい、お願いします。では佐藤さんの気づかれたいけど気づかれたくない、でも気づかれなきゃ寂しいシルビア、乗ってみたいと思います。いってらっしゃい。よろしくお願いします。また留守番？そう、留守番してますいってらっしゃい。いいと思います。 Baby don't hold back, all you gotta do is say。じゃあエンジンかけます。はい。おお、 SR ではございませんね。六発サウンドですね。はい、本当いい音ですね。 RB26、はい、まあピストンをちょっとオーバーサイズ組んでるってことだよね。そうですね、はい。で、ブーストいくつかけてんの？ブーストは今ちょっと制限しちゃってるんですけど、1キロぐらい、キロぐらいで、はい、で、まあ450から80みたいな、はい。H ケースの宣伝するのも申し訳ないけど、はい、V カムっていうのを入れたらすごくいいよ。はい、あれって途中でバル体が効き変わるよ。そう、低回転からすぐブーストが来るから、はい、むちゃくちゃ RB26 って、はい、やっぱいい楽しい回転来るまでがちょっと長いわけ。あー、うわ、なんだけどこれがすごい下からこうグイグイ来るようになるから、はい、楽しいよ。あ、5000、6000に行くまでがちょっとじれったいじゃん。そうですね。そういうのがすごく、はい、軽快になる。あ、俺がもし RB の車を持ってたらもう絶対つける。あ、悪いことは言わないから、はい、騙されたと思って、はい、V カムつけてごらんよ。あ、はい、絶対後悔しないと思うよ、はい、知らんけどこのミラーね、バッチリついてるね、はい、そうですね、結構 V36? V35 です。 V35、はい、デザインが結構お気に入りです、うん、17インチで車庫端だから地面に近いね。そうですね、目線低いね、これだいぶ低いですね。もうちょっとフロントブレーキパッドのマザーを落としたいな。あ、効きすぎって。そう、はい、踏んでる量に対して、はい、パクッとこう、はい、加えすぎ、あ、はい、噛み込みすぎるというか、パッドのなんかグレード落とすとか。そう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 、初期タッチを、はい、効かないやつにする。あ、もうちょっとね、はい、キャリパー自体の握力はあるからさ、はい、とかローター系的なもので、はい、今はちょっと踏んだだけで結構噛み込むパッドがついてるから、はい、もうちょっと踏んだら踏んだ分効くようにしたいよね。あ、本人は多分ね、もう慣れちゃってるから、はい、パッと聞くことに
何とも思ってないんだろうけど、同乗者とか、はい、はこう頭をこう揺すられちゃうからさ、結構ガツンってなってる人います、うん、一応俺イチゴ乗りというかイチゴを持ってるじゃん、そうですね、はい、からすると、はい、やっぱシルビアのね、はい、ここら辺このダッシュボードとか、はい、このコンソール周りその、はい、このシフト周りというかさ、はい、この辺が安っぽいじゃん。あ、まあそうです ね、プラスチックのだからこういう小細工はね、はい、すごくいいね。あ、ありがとうございます。このオーディオのこの周りのパネルとかメーターとかいい感じだね。あ、これ自分で貼るの、このモケットって。これは業者に糊を吹き付けて、そこから毛を高圧で吹き付けのモケット。はい、あ、ちょっと形ちょっとここだけはやっぱシワになっちゃって。そうだよね、だから随分上手だなって思って上手なところは大体業者さんにお願いします。あ、これちょっと革の継ぎ目、うん、分かるよいつもこの車見ながら次何しようかなって考えて、あ、思ってます。はい、なんかヤフオクとかいじりながらこのパーツつかないかなとかいろいろ考えながらってますね。このサウンドがね、はい、たまらないね。たまらないです。飯食えるね。飯食えますね無駄にブースかけて吐き出すんでしょ、はいはい、ちょっとたまにシュイーってやってます、うん、ちょっと高回転の音とか無駄にシュ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 ンって言わせるんでしょ。あ、はい、ボディ色は純正のスパークリングシルバーに、うん、なんか青と緑のちょっとした色を混ぜて、うん、なんか水とか空みたいな感じのに近いような色にしてます、うん、板金屋さんに。そうですね。なんつってオーダーしたの。もともとはニュルとかの色とか塗ってもらいたかったんですけど、 34GTR のニュルシルの、はい、そうですね、うん、塗る寸前で、いやちょっと待てよ、なんか面白い色にしたいなって。ニュルの色を塗る寸前に、はい、ちょっと変えたくなったの。はい、変えたく、ちょっと個性出したいなと思って。結局自分でも何色にしてるのか分かんなくなっちゃって。ちょっと待って、もう あいつが喋るから入ってこなかった。何何、ああ何結局なんかこういろいろ朝食してもらってる中で、うんうん、もう何色にしていいか分かんなくなっちゃって、はい、でもこれかっこいいからとりあえずこれでお願いします、うん、なるほど、はい、塗ってもらいます。そのレシピ覚えとかないとなんか、はい、いざなんか塗るときに合わなくなるよ。そうっすね、なんかもう今このラメのなんか材料がもう廃盤になっちゃったらしくて、うん、出た、うん、もう、じゃあもう悩みです。次はもう全部塗るしかないね。はい、また塗ってもらいます。その時は足回りとかなんか具体的になんかこうどうやったらもっと乗りやすくなると思ったのかもしれない。足回り、はい、結構車高低めにしてるじゃん、はい、だからあんまり柔らかくすると、はい、まあちょっとタイヤが当たるとか出てきそうだし、で今のところどっか走るっていうところもそんなないわけでしょ。あ、そうですね、はい、だから別に今のこれでそんなに不満はないけど、今この足に対して、はい、まあ、カーブもこう攻めてないからわからないけど、はい、ただただまっすぐ乗り心地しかまあ感じてないから、はい、一番大きなところはタイヤだと思う。あ、はい、うん、タイヤ次第ですごい変わるから、はい、次は国産のいいやつを乗らせたいな。そうね、はい、アドバンネーバーとかでいいんだよ。あ、めちゃくちゃ高いこれ目ざといからさ、はい、目ざとくて小うるさいからさいや、もうすごい今日はぐさぐささしてもらって本当参考になりました。はい、ということで谷口さんにシルビアたっぷり見ていただきましたけれども、いかがでしたか今回総評してみて。まずはね、見た目も綺麗じゃない、うんうん、でなるべくオリジナルの形を残しつつバレないように従ってる、まあ、オーナーの愛が詰まってる感は十二分に伝わりました。わ、はい、こだわりがね本当細部まで詰まってましたけれども、シルビアを残したいのかスカイラインに寄せたいのかよく分かりませんがただシルビアをあのオリジナル状態で残したい人もいますがね、僕はね全然あのこういうカスタムも全然ありだと思って、自分の車を自分色に染めるというか自分が好きなようにいじって何が悪いってところは僕の中ではあるので、要はその車に対して愛情がちゃんとあるとか大事にしてるとかそういうのがねあればどんな風に仕上げてもいいと思うし、で僕はなんかこういう綺麗な状態で保ってるのは好きなタイプなので、この佐藤さんがやってる改造は非常に共感できます。はい、まあ、佐藤さんツッコミどころはたくさんありますけどねいろいろね、はい、
はいはい、これからでもその谷口さん言われたところはすぐやりたいとおっしゃってましたし、はい、そうですね、途中なんでしょ、まあ、そうですね、まだあと 何をします、フラマットとか、うん、あとブレンボの文字とかそこら辺とりあえず早めにやりたいいわゆるまあお金のかからない自分で頑張れるところね、そうですね、うん、あとはお金貯めて、まあ、最終的に駆動系とかもやっていけるな、うん、はい、マット買わないとね、はい、マット、はい、そうですね、マットからですね、はい、はい、ということでネクストジェネレーションこんな感じで4回目やってきましたけれども、ぜひぜひ、まあ、自分も出てみたいとかこういう車自分も持ってるよっていう人はこちらのカープライムの方に応募いただければ。ネクストジェネレーションの定義は何、何なんですかね、若い感じの方が車好きで自分でこういろいろいじってるよとか、若くなくてもいいんじゃない、若くなくてもいいですか、ディレクターさん、なんかね、まあ、新たななんかちょっと展開を俺してるよみたいなのがあれば、面白い車持ってるとか、ね、でもいいですか、はい、はい、じゃあもう全然とか、まあ、その本人が変わってるのでもいいんじゃないの確かに、うん、それちょっとお会いしてみたいですし、はいはい、ぜひぜひどしどしご応募ください、はい、そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします、はい、ありがとうございました。皆さんこんにちは、カープライムはなんと LINE を始めましたね、皆さんぜひお友達登録してください、お願いします。